い、ジェンタクのジェンでございます。本日ですが、昨日ねアップデートあったばかりですが、11月のアップデートに関してセブンナイズ開発ブログ第57話が来ていますので、そちらの方をちょっと見ていこうかと思います。では参りましょう。スタート。はい、ということで本日はセブンナイズ開発ブログ第57話ということで、10月30日11時半ぐらいにね、予告が来ましたということで、ちょっとびっくりしたのは、もう来月11月分のアップデートどんなことがやるかというのがもう直球で書き込まれております。では早速ですが、いきましょう。11月5日になります。なんと神話覚醒ユキちゃんの登場でございます。パチ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 。ちょっとこれは楽しみですね。しかも書いてあるのは、ユキはアリーナで活躍できるキャラであり、様々な報酬を獲得できる限定のイベント領地も一緒に追加されますので、どうぞご期待くださいというふうに書かれていますので、おそらくですが来週またなんか新しいイベントが追加されるような感じですね。性能は非常に楽しみですね。まあユキだから確実に魔法型キャラクターがやってくるという感じでしょうか。まあ使えるキャラで実装してほしいね、本当にね。はい、そして2番目もちょっといいですね。バネッサの能力値を情報調整ということで、まあ11月5日任天堂スイッチの方からセブンナイツ時空の旅人が発売されるということなので、それに伴ってバネッサの能力値の調整を行う。ここがちょっとどうなるか分かりませんが、神話化はしないじゃないですか。となると果たしてこのバネッサ自体の能力を神話覚醒レベルまでのステータスじゃ持ってこれないという意味を考えたら、アリーナなのかな、それとももうアリーナじゃ使えないのかなっていう感じですね。でアリーナの仕様で覚醒スキルが PVP だと、有利に働くスキル持ってたので、その辺とかどうなっちゃうか、僕はねちょっとここはね下手したら PVE の方に持っていくんじゃねえかなっていう感じもしますよね。まあ同時にユキとバネッサも情報修正されて、両方アリーナっていうのはちょっと考えにくいかなと、僕はなんかボス戦系の方に行くんじゃないかと思われますと。そして3つ目ですね。大激変コースのバランスを調整。キャラ選択の幅を広げるために新規ユーザーのゲームプレイをサポートするために実装した大激変コースの全体的な改善を予定しております。なおすでに大激変コースを完了している皆様にも追加で進行できるように準備中ですと。これちょっと分かんないのはね、また新たにキャラ数が増えるのかな、別キャラとかも、もしかしたら例えばジェラードが選択できるとか、そうなってる可能性もあるよね。でまあもうすでにクリアしちゃってる人でもなんか進行できるって書いてあるから、この辺は追加でまあなんか何かしら手に入れるアイテムとかも増えるのかななんて感じております。もしかしたらもうクリアしちゃったキャラが1体手に入るとか、そんなような感じなのかもしれませんね。はい、そして11月12日に行きましょう。キャラのバランス調整来ましたね。たくさんの方々からご意見をいただいたキャラのバランス調整を実施いたしますと。現在バランス調整を予定しているキャラは3体ありますと。どのようなキャラにするかはまだ議論を重ねております。バランス調整を行うキャラの数は状況により変わる可能性がありますが、アリーナで活用できるようにすることでアリーナのチーム編成の際により様々なキャラを使用できるようにし、戦略的な面白さをさらに増やしていきたいと思っておりますという形で書かれております。ちょっとゲーム画面の方は映していない状況で多分僕収録しているんですけど、その収録する前にちょっとザーって見ました、どんなキャラかなと。ただ前回もバランス調整した時に大方神話覚醒のキャラクターのバランス調整が行われました。まあ当時はバランス調整を行う前に
かなり神話覚醒されているキャラクターのステータスが低かったから、フェンリル以降のキャラと戦わせることがほとんどあまりにもできなかったんで、一気に13人ぐらいかなキャラを変えたんですが、その中でも僕が見ていく限り3体セインとかエルニアがまだ初期に神話覚醒されたキャラクターなんですが、ステータス値の変更はされていません。ただ今回これ見るとアリーナでの活用っていう風に書かれているとなると、おそらくセインとかエルニアとか BVE で使っていたキャラっていうのは、まあ、今回バランス調整の対象ではないという感じですよね。で、そっから古い順番で見ていきますと、アラン、そしてエヴァン、あとはリンかな、このあたりでしょうかね。あとはフェンリルをちょっとジェラードと、まあ、キャラ的に被っちゃったから、もう全然違うようなキャラクターに変えていくとかによって魔法型ばかりの今の編成よりか、物理をまたフェンリル入れてみるとかっていう形にしていく可能性もありますよね。まあその付近の古いキャラクター、孫悟空とか、その辺がまあこの3体の中に入っているような感じですね。まあだけどアランをちょっと見る限り、意外とあの子いいキャラですね。ここでバランス調整してくれると今でも使えるようなキャラクターになりそうだなってちょっと感じております。あとは主人公であるエヴァンね。今もう全くもって使われないキャラクターだから、ちょっとかなり変えてね、再起エヴァンをちょっと見てみたい気もいたしますと。はい、11月19日行きましょう。コンテンツの報酬の細分化及び調整、セブンチャンネルにいただいた、ご意見である、コンテンツ報酬の細分化及び調整を行いますと。アリーナとボス戦を調整対象のコンテンツとして考慮しており、ギルド戦は12月に大幅改善を行うため、その際に報酬の調整を行う予定ですということですね。ギルド戦に関してはもうやっぱり12月なんですよ。11月はなしという感じですね。このアリーナの報酬に関しては、前回開発ブログにて10月のアリーナ改善の際に同時に行う予定と伝えてありましたけど、11月に実施することになりました。実装が遅れてしまったことを、お詫びいたしますという感じですね。でやっぱりボス戦だよね。やっぱり上位の方々とそんなに報酬が変わんないというのはちょっとね、ガチでやってる人たちに対して失礼な感じですからね。上記の2つのコンテンツの場合、上位からさらに上を目指すためにはかなりの努力をしなければなりませんが、それに比べて得られる報酬は大差がなかったため、報酬の細分化を行う予定となっております。もしかしたら1位から10位まで全部変わるかもしれないね、順位的にね。ルビーの量とかね。なお2つのコンテンツに注ぐ努力に比べ、適切な報酬が獲得できるようになっているか、なっているかに対しても検証を行っており、報酬の全体的な調整も共に行う予定ですと。運営さんはこういう調整っていうのをそちら側でやってるけど、こっちのプレイヤー側の意見がこう伝わってるかな、どうなのかなっていう温度差、ちょっと感じる時あるからね。これはちょっと実際どんな感じになるか、まあしっかりと見ておけたいと思いますね。はい、11月26日新キャラが出てきます。新キャラはすでに発表されております。ジューダスというキャラクターですね。新たに登場する深淵の使徒所属の新キャラ、うわ、チーム枠もまた新しいところですね。ジューダスが追加されます。ユキと同じくアリーナで活躍できるキャラとして登場する予定ですので、どうぞご期待くださいと。まあそうですね、26日に関してはそのぐらいですかね。新キャラがまあ入ってきますという感じですね。11月にアップデートを予定している内容は以上となりますと。今回のアリーナのルールの変更、まあリミテッドアリーナですね、たくさんの方々がご意見をお持ちであるかと思っております。改善の主な目的はより多くのキャラがチームに編成されるようになることであり、小さなところ普段は使われていなかった複数のキャラが上位にランクインしていることを確認いたしました。そうですね、まあこの辺は本当リミテッド
やってよかったと思いますよね。ただこの意見が早く冷めないうちに上がるようにセブンチャンネルをもう一回開いてください。早いところ、やっぱりそうじゃないと忘れちゃうよ。今このまあ一点あるのはギルド戦が始まった時に本当に多くの装備を持ってないとアリーナがやりづらい。やっぱりギルド戦で戦うメンバーと装備が違うっていうのと、あとは装備のプリセット、せめてあそこでアリーナの5人そしてギルド戦で使うキャラクターたちの予備が欲しい。あのプリセットをうまくもっと簡単に使わせるようになるには枠がもっと欲しい。確か今18とかそのぐらいだよね、20ぐらいだっけかな、40ぐらい欲しいところですよね僕も。あとはもうボス戦に関しても、ボス1人ずつに対しての装備をしっかり作ってプリセットに行けるタイプ。そしたらもうボス戦だけでも 1,2,3,4 つだから、20枠欲しいってことで、ボス戦とアリーナだけで20-20ぐらいね、ちょっと欲しいよね。40ぐらい欲しいところなんですよね。この辺ちょっと改善してもらいたいな、早く。皆様が不便に感じているところをにつきましては、持続的に確認を行い、アリーナをより楽しめるような環境づくりを努めてまいります。まだ近日中にギルド戦の改善に関する内容で皆様にお会いすることになるかと思います。以上、デブフービーでございました。特にこのギルド戦に関しては、お早めにちょっとご案内が欲しいところでございます。はい、ということで最後にちょっとギルド戦のことをちょっと申し上げたんですけど、本当に早いところをお知らせしてもらわないと、例えば人数の制限を変えるとか、今30のところを20に変えるとか25に変えるとかになるんだったら早めに教えてほしい。やっぱり所属している人間がリストラを食らってしまうとか、そういうこともあるかもしれないし、そのためにうちのギルドを二分化しようと、二つに分けようと言って、改めてギルマスをやるという人間も出てくるかもしれない。だから本当に早い期間で欲しい。いきなり12月になった瞬間にギルド改善しますってドンって出されても間に合わないからね。いろいろギルド作っていくの、運用とかもそういうこともあるんで、これに関してはなるべく早いうちにもうこういう形でアップデートを行いますという形で、早いところ運営さんから導いてほしいですね。やっぱみんなここだよな、ギルマスの人たちが苦しんでると思うな。で、ということで、まあ、うちギルド人チャンネルもメンバー募集しております。とりあえず私の方にお声掛けください。本当に苦しいところで戦っていますが、まずは皆さんセブンナイツ続けていきましょう。続けていくことで少しは改善されて、もしかしたらですが任天堂スイッチの影響で新たにやってくるメンバーたちもいるかもしれませんからね、そこに対してしっかりしたゲームを配信してもらえることが、まあ、しっかりしたゲームの、ね、内容で、初めてゲームやってくれる方が面白いなっていう風に感じてくれたらいいなと僕は感じているんでね、ぜひとも運営さんちょっと頑張ってくださいということで、本日はここまでしたいと思います。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録していってください。じゃあ皆さん、バイバイ、ありがとうございました。